基礎自治体エスビャウの一古い水道島、エスビャウ、またはエスビエアはデンマーク、南デンマーク地域にあるユトランド半島の西岸最大の都市。北海に面したデンマークで5番目に大きな都市であり、同盟の基礎自治体の中心地でもある。2007年に基礎自治体の再編がなされた際に、エスビャウは基礎自治体、ブラミングとリベと合併している。 基礎自治体の総面積は741平方キロメートル、人口は114,097人。エスベアウには自治体議会が置かれており、都市の人口は71,886人。エスベアウはフェリーの発着地であり、街の沖合にあるファノ島やイギリスのハーウィックへフェリーが運行されている。エスベアウ駅はデンマーク国鉄によって運営されており、 コッペンハーゲンよりエスベアウまで鉄道で3時間ほどである。鉄道網と高速道路網が整備されている。エスベアウ市はかつてデンマーク最大の漁港であった。港は今も市経済にとって重要であり、北海油田からの中継地となっており、沖合漁業と石油産業が置かれている。市内にはアールボー大学の分校南デンマーク大学の学部が置かれている。 当時期メーカーロイヤルコペンハーゲンは2010年度のイヤープレートにエスベウシの水道灯を図案として採用した。ありがとうございます。